インゴルシュタットは、ドイツのバイエルン州のドナウガー沿いにある、軍独立市である。語源は古代ラテン語のアウリポリスを由来としている。2015年12月31日現在13万2438人の人口を要し、オーバーバイエルンにおいては、ミュンヘンに次ぐ2番目に大きな都市であるとともに、バイエルン州においてもミュンヘン、ニュルンベルク、アウクスブルク、レーゲンスブルク、 ビュルツブルグに次いで6番目に大きい都市である。バイエルン自由州に23カ所ある、クリスタラーの中心地理論による上位中心のうちの一つでもある。近隣の大都市としては75キロメートル南にあるミュンヘン、95キロメートル北にあるニュルンベルクがある。1989年に人口10万人の大台を突破し、大都市の仲間入りを果たした。バイエルンでは、 最も新しく大都市になった町である。また、ドナウ川沿いのドイツの都市としては、レーゲンスブルクに次いで大きい。また、高級自動車メーカー、アウディの本社、工場があることでも知られる。30年戦争で活躍した、バイエルン公国の武将であるティリーが戦没した場所でも、ある。SF 小説、フランケンシュタインの人造人間製造の舞台でもある。インゴルシュタットは、 海抜374メートルのドナウ川沿いにあり、インゴルシュタット盆地と呼ばれる、広く平坦な盆地内に位置し、北側をジュロウスローファーン山脈が、南側を第3期の丘陵が囲んでいる。地域は133.35平方メートルに、渡って広がっている。旧市庁舎我らの宿所協会クロイスター806年2月6日、カール大帝の記録に、 インゴールズ・シュタットとして初めて登場した。1250年頃、死の資格を得た。1392年、神聖ローマ帝国の構成国として、ステファン・3世がバイエルン・インゴルシュタット公国を創設し、インゴルシュタットに首都を置いた。ルート・ビヒ・7世がゴシック様式のニューカッスルを建設した。1447年、バイエルン・インゴルシュタット公国は、 バイエルン・ランツ・フート広告に編入され滅亡した。1472年、ルート・ビヒ9世がインゴル・シュタット大学を創設した。この大学は宗教改革時代のローマ・カトリック教会の重要な守護者であった。ヨハン・エック等の学者が活躍した。1516年、ビル・ヘルム4世がビール純粋令を書き上げ、署名した。 この法令は現在でも有効な食品に関連する法律としては世界最古のものである。1632年4月30日、スウェーデン軍の包囲の中でカトリック連盟のティリー・ハクヨハンセル・クライス、総司令官が戦死した。その後スウェーデン軍は撤退し、インゴルシュタットはスウェーデン軍の包囲に打ち勝った最初の要塞となった。スウェーデン王のグスタフ二世、アドルフの馬は、 要塞のザフィグと呼ばれる大砲に撃たれ、現在は私立博物館に展示されている。1748年、イルミナティの創設者であるアダム・バイス・ハオプトが誕生した。1799年、フランスに占領され、要塞は破壊された。1800年、インゴル・シュタット大学がランツフートに移転した。1818 18年、イギリスのメアリー・シェリーが インゴルシュタットを舞台にフランケンシュタインを出版した。舞台のインゴルシュタットタールとアナトミエは現在は中世博物館になっている。1826年、インゴルシュタット大学がミュンヘンに移転し、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンになった。1850年、アドルフ・シェルツァーがバイアーション・ディ・フィリアー・マーシュを作曲する。第一次世界大戦中、後に、 フランスの大統領になるシャルル・ド・ゴールが捕虜として滞在した。1928年、マリー・ルイーゼ・フライサーがインゴル・シュタットの開拓者を書いた。1945年、自動車製造業のアウト・ウニオン幹部が初めて訪れた。アウト・ウニオンが元々使用していたケムニッツとツビッカウの工場は第二次世界大戦で閉鎖され、戦後は東ドイツとなり使用できなくなった。 1949年、欧州復興計画の助けを得て、アウトウニオンがこの地で再建された。1964年、フォルクスワーゲンがアウトウニオンを買収し、後にアウディになった。1989年、人口が大都市の条件である10万人を突破し、バイエルン州で6番目に大都市になった。今日では、アウディは、 地域の最大雇用企業であり、インゴルシュタットの経済を支えている。FC インゴルシュタットレヨンがインゴルシュタットを本拠地とするサッカークラブである。アークインゴルシュタットというインゴルシュタットを本拠地とするアイスホッケーチームがある。架空の人物としては、フランケンシュタインに登場する人造人間がここで製造された設定になっている。ありがとうございます。